ブラジル民主運動党は、ブラジル連邦共和国の政党である。政治的立場は、中道路線である。1979年12月に、多党制を容認する政党改革法に基づき、軍事政権時代における、体制内野党であったブラジル民主運動を中心に、保守主義者から左派系まで広範な反軍勢勢力が、結集した、包括政党として1980年12月に、 結成された。その後、1982年2月に大衆党を九州合併した。1985年には21年ぶりの文民大統領としてタンクレードネイベスを当選させ、ブラジルの民主化に貢献した。しかしネイベスは就任直後に死去した。新憲法の制定議会を兼ねた1986年11月の総選挙では、 上下両院で議席の過半数を確保、州知事選でも23州中22州を占めるなど、圧勝した。1988年、受け化した PMDB の姿勢に反発した党内左派が分裂し、新たにブラジル社会民主党を結成した。1992年には、コロール大統領を弾劾手続きで追放。 国家再検討からブラジル民主運動党に入党した副大統領のイタマール・フランコが大統領に就任した。大統領の直接選挙制が復活した1989年以降、ジョゼ・サルネー、イタマール・フランコ、フェルナンド・カルドーゾ大統領の政権与党として活動。2003年以降も左翼の労働者党を中心とするルーラ政権。 ジルマルセフ政権の与党として活動。会議長のエドアルド・クーニャは2015年8月20日、汚職疑惑で連邦検察庁に起訴された。収賄額は4000万ドルほど。他にペトロブラスや公的機関に損害を与えており、賠償が請求されている。2016年3月29日、ルセフ大統領の弾劾手続きが進む中、 社会保障関連予算を正式な手続きを経ずに執行をしたことを理由として連立政権離脱を決定。閣僚6名と省庁幹部の引き上げも決定し、2016年5月12日にはルセフ大統領への弾劾が成立したことを受けて副大統領で当主のミシェル・テメルが大統領代行に就任した。2016年8月31日にルセフ大統領が 上院による非免投票の結果非免が議決されて大統領職を自動失職したことを受け正式にテメル党首が第37代大統領に就任した中道とされるが特定のイデオロギーを持たずに保守から左派までを抱えその時々によって立ち位置を変える包括政党シンクレティズム政党となっている実際に中道右派で新自由主義政策をとった カルドソ政権、新自由主義を否定して、再分配を重視した左翼の労働党政権の時代でも政権与党としてとどまり続けており、ルセフ大統領への弾劾以降も与党の地位にいるなど、民主開放のブラジル政治では2年間のフェルナンドコロールデメロ政権時を除き、一貫して与党に君臨している。クーニャイコール8000万ベドルの返済迫られる。 イコールワイロ支払い強要の疑惑イコール元、女性下着も同時に寄え、イコール航路は、収賄300件ともブラジル、最大政党が、連立離脱政権運営一段と苦しく、日本経済新聞2016年3月30日、ブラジルズセネートボーツ2インピチプレジデントジュマルセフ、NBC ニュースデートイコール12名2016、h t t p w w b ドットコムニュースワールドブラジルセナートボーツインピチプレジデントジュマ、ルセフ N5726062016 万年5月12日、閲覧。ブラジルのルセフ大統領、上院弾劾裁判で、非免最高裁への上訴検討。ロイタージャパン、httpjp、ロイタードットコムアーティクル。 ルセフブラジルイジプクシアン1162を2017年9月7日、閲覧。ルセフ大統領、断崖で失職イコール公認に、テメルシブラジル、ジジ .com、http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル、k イコール2兆160億910万29、アンド g c a l INT 2017年9月7日、閲覧。ありがとうございます。